上をもちまして、本日の色彩音楽花火は打ち上げ終了となりますが、本日は野浜温泉色彩音楽花火をご覧いただきありがとうございました。また花火の打ち上げに対して警戒に当たっていただきました地元消防団の皆様、警備担当の皆様、ご協力ありがとうございました。内閣総理大臣賞を受賞した丸坊さんの花火はいかがでしたでしょうか。今年の宇野浜温泉色彩音楽花火はこれにて終了となりますが、来年もまたこの場所で皆様にご感動いただき、思い出に残る花火を打ち上げることができますよう頑張って、いきますので、宇野浜温泉をこれからのご利用よろしくお願い申し上げます。